中国の弁護士、政治家。所属政党は、共和党。コロラド州連邦検事補、サウスダコタ州下院議員、ローレンス郡検事を歴任したほか、サウスダコタ州の政治家として、連邦下院議員を一期務めたが、任期途中に亡くなった。1847年5月5日、パーカーは、ニューハンプシャー州議員で生まれた。アメリカ南北戦争で北軍として参加し、 ニューハンプシャー第2不評連隊、ニューハンプシャー第14不評連隊、退役軍人予備隊第6連隊で従軍した。戦後、パーカーはコロンビアンカレッジのロースクールに入学し、1868年に卒業した。その後、弁護士として活躍し、1874年にはコロラド巡州の連邦内国際入庁集会に任命された。 1876年には、コロラド州連邦検事保に任命された。1877年夏に、ダコタ巡州デッドウッドに移り、引き続き弁護士として活動した。サウスダコタ州設立の際には、州憲法制定議会の議員に選出され、1889年には、サウスダコタ州会議員を務め、1903年から1907年まで、ローレンス軍検事を務めた。 1906年、連邦会員議員選挙に出馬して、当選を果たしたが、任期途中の1908年6月26日に、デッドウッドで死去、アーリントン国立墓地に埋葬された。孫ウィリアム・エイチ・パーカー、1927年から1966年まで、ロサンゼルス死刑の所長を務め、死刑本部のパーカーセンターは彼にちなんで名付けられた。また、 スタートリックに登場するキャラクタースポックのモデルにもなった。ありがとうございます。